い、12月18日朝5時15分頃ですね。今日はですね、カタリナ彗星を取りにまた岡崎市のワンパークに来ております。とですね、これ今映ってるのは、いつも通りですが、ビクセンの SXD2 赤道儀のスターブック10のコントローラーですね。今日はオートガイドをしておらず、ノータッチガイドで30秒の露出で彗星を追っかけながら撮影しております。また白明が来ましたで明るくなりましたら撮影機材を紹介したいと思います。はい、朝になりましたので軽く機材を紹介します。赤道儀はいつもと一緒、ビクセン SXD2 ですね。はい、望遠鏡はFC100 ですね、高橋の望遠鏡を使っております。はい、そして今日は新しいカメラ、ニコンの D810A を初めてつけました。で、このもともと持っていた高橋のFC35 レデューサー、この FC100 用の専用レデューサーですね。これ、今まで APS-C の、カメラで使ってたんですけれど、もともとフルサイズ対応ですので、ようやくその性能の 100% 性能を引き出すことができるようになりました。これからちょっと現像が楽しみですね。ですね、撮影していて気になったのが、やっぱり周辺原稿が大きいです。フルサイズ対応とは言っても、多分その周辺原稿、60% ぐらいは原稿してると思うので、今日はこれピント位置をこのまま固定して、このまま持ち帰ってからフラット撮影を行いたいと思います。はい、今日はですね、ご覧の通り快晴ですので、このままフラット撮影すればいいんじゃないかと思った方もいらっしゃると思うんですけれど、残念ながら今日はトレーシングペーパーを持ってきておりません。なので自宅に持って帰ってからのフラット撮影です。家に戻りました。それではですね、今からフラット画像を撮るためにトレーシングペーパーをこの前面につけるんですけど、今までは無造作にぐちゃぐちゃぐちゃってつけてたんですけれど、今日はちょっと工作をしてトレーシングペーパー用の蓋を作ろうと思います。とはいってもちょっと私の工作レベルなんで、小学生レベルだとは思いますが、それ以下かもしれませんね。作ってみようと思います。はい、ということでできました。天文やってる人って工作がうまいイメージがあると思うんですけれど、これでそんなイメージは吹き飛びましたね。これを使ってフラット画像を撮っていきたいと思います。ちょっとすいません、我ながら笑ってしまってますですね。この青空に向けて望遠鏡を、よいしょと。で、まずはトレーシングペーパーがついていない状態で、こういった電線とかが視野にかかってないことを確認します。これなんか変なものが入ってたら最悪ですのでね、これは必ず確認しておきましょう。はい、それを確認したらトレーシングペーパーをかぶせます。はい、それではちょっとカメラのアングルをちょっと変えたくないので、縦でちょっと失礼しますが、シャッタースピードはですね、1600分の1。本当は3秒だとか4秒だとか、それぐらい長くやった方がいいんですけれど、トレーシングペーパーで青空の場合は、トレーシングペーパー今10枚重ねてるんですけれど、これぐらいの、シャッタースピードじゃないと、抑えれません、明るさを。で、ISO も今、減換してます。200の 1.0 の減換。何に当たるんでしょうか。とにかく一番低い ISO にしております。
で、この状態で5、6、7、8、9、10、1、2、3、まあ多分16枚ぐらいやれば、あの滑らかに、あの加算平均、平均すれば滑らかになってくれるとは思います。ではその次、忘れてはいけないのがダーク画像ですね。ダークも撮ります。はい、変な光が入り込まないように部屋もちょっと暗くしました。これであの16枚連写していきたいと思います。いけたじゃん。これであのダーク画像終了ですね。撮ると一瞬ですね。さてこれから何をするかっていうと、今撮ったダーク画像を16枚ありましたね、16枚を全部加算平均っていう処理をして1枚の画像にします。そして先ほど撮ったなんていうトレーシングペーパーをつけて撮った画像も16枚あの加算平均させて1枚の写真します。でそのトレーシングペーパーで撮ったあの写真からダークの写真を引いてフラット画像を作ります。なかなか手間だと思いますが、これさえやっておけばあの今後もあのこのシステムで撮るときにある程度使えると思いますので、頑張ってやろうと思います。はい、それではですね、フラット画像ができました。今真っ黒に見えるこの四角が実はフラット画像です。あのただの真っ黒の画像じゃないんですね。これを周辺原稿を見てみましょう。そうするとこんな形になってます。で、この絵になっているのは FC100D の、周辺原稿の様子を示していると思います。この辺の右側のカーブもそうだと思うんですよね。ただし、この周辺になるとガクンと、この、ちょっと四角い形でガクンと落ちるじゃないですか。この周辺のガクンと落ちる部分は FC100 ではなくって、カメラ側の要因だと思います。多分四隅に縁があるので、それでちょっと暗くなっているとは思うんですけれど、これはちょっと D5200 にはない傾向ですね。やっぱりフルサイズっていうのは何らかしら無理があるのかもしれないですが、このガクンと落ちている様子を見ると、これはやっぱり手では修正できないなと思うので、やっぱりフラット補正っていう処理を行って、確実にこの形通りに持ち上げないといけないなと思います。他のフルサイズの機種も、こういうふうになるのかどうかは別なんですが、少なくともこの D810A を使う人っていうのは、このフラット補正の技術は持ってないとなかなかね、うまく写真を仕上げるのは難しいんじゃないかなと思いますね。それではですね、フラット補正の結果をお見せしますね。今この四隅暗くなってますね。で、先ほど作ったフラットというフラット画像をここの画像から割っていきます。いきますよ。はい、応答なし。ちょっとやっぱり重いですね。高画質なのは、いいんですけれど、ちょっとやっぱり私のパソコンだと、ちょっと苦しいかな。で、フラット補正が終わりました。これで、周辺原稿を見てみますと、こんな感じですね。もうほぼフラットですね。こうなったらフラット補正成功です。今日はですね、このビクセンのアスコット 7x50mm という双眼鏡を持ってきております。これはですね、旧型の製品で、私が小学校5年生の時にお小遣いで買った双眼鏡です。ですので、今からですね、もう25年ぐらい前のものになりますが、まだこうして現役で使っています。カメラとか望遠鏡はね、いろいろ買い替えたんですが、双眼鏡に関しては愛着もありますのでね、ずっとこれを愛用しているといった感じです。
で肝心 の、 あのカタリナ彗星の宮寺ですけれど、まあ、ここあの愛知県の岡崎市の、まあ、山あいですので、まあ、あの東側があの実は暗いですね。向こうが東側になるんですけれど、ですのであのこの7倍50ミリの双眼鏡を使って尾があの見えております。現在尾が見える状態ですので、まあ、皆さんも、まあ、こういった双眼鏡がもしあったら、まあ、なるべく空の暗いところに出かけて、まあ、星座を見ながらあのカタリナ彗星を探してみてはいかがでしょうか。あと補足なんですけれど、ここについているあの三脚に取り付けるための金具をビノホルダーというんです。で、まあ、ちょっとこのビノホルダー、まあ、あの25年前の方なので今とはまた形が違うんですけれど、こうしたの三脚に取り付ける金具をつけないとちょっとやっぱり尾を見るのは難しいかと思います。ちょっと手持ちではねぶれてしまうので、必ず、まあ、必ずというか、まあ、尾を見たいという方はこのビノホルダーはあの必須だとお考えください。